こんにちは、こんばんは、おはようございます。石井ちゃんです。それでは始めていきましょう。なんか喉がまだ治らないんですけどな、ごほ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 途中しちゃいますけども。はい、前回ちょっと毛利元就をプレイしてしまったのが、ちょっとここの、ここでバレてしまいましたけどね。誰でしたっけ？失礼しました。最後は孫一ですね。続きから。結局ドラマルートで行こうっていうことになったんですよね。さて、ドラマルート。で、レベルは究極です。で、お供はね、やっぱ1じゃなくて、鶴姫でしょうね。弱いんだけど。弱いけど、これにしていきましょう。ちょっと待てよ。ああ、いいのか。よし。進軍。ちょっとなるべくね、早くささっと、ドラマルート突入！まあ、ささっとね、終わらせるように今日は。あまり喉のあれも良くないんで。やはり待ち伏せされています。相手は織田の伏兵かと。我らの動きにつかまれています。御敵魔王織田信長、またしても我らの道を阻むか。しかしよほど我らを警戒していると見える。いや、恐れているのか。どちらでも構わない。我らは弾幕にて問いただすのに。運のない間の抜けたカラスに。行くぞ。いいっすね。行くぞっていうのが、なんか今までのセリフとこうリンクしてましたね。さてさて、このステージ何気にそんなやってないっすよね。待ち伏せていた相手から逆に奇襲を受けるぞ。しまっため、この疫病神のせいに違いない。安穏のしようもなく、咎められるのならば、ただ受け入れましょう。なんか卑屈になってんすよね、このステージ。なぜか柴田が。柴田ってそういうキャラじゃなかったと思うんですけどね。申し上げます。現在の我が軍には応戦する兵力もございません。援軍だ、援軍を呼べ。これよくわかんないですね。黒のろしが出る、バツ印の陣を奪い、敵の増援を防ぎながら有利に戦え、すべての陣を奪えば本陣への門が開くぞっていうね。よくわからんけど、陣をさっさと取ればいいということでしょうかね。あ、おい、なんだ、おい、怖えな、なんか。なんだあいつらの動き、全くよくわけがわからん。ちょ、待て。どんな想像してるんだろう。いい匂いだな。何もかも忘れたくなる。うわ、なに、こいつらが急に出てくるから怖いんだよな。なんか上のゲージもよくわからんな。とにかくあれが溜まる前に早く陣を落としていけっていうことなんですかね。とりあえずヤタガラス一発撃っときましょう。これ撃っとくと何気に便利なんでね。これ上に行きたいんですよね。上に、よし、オッケー。何、あいつは怖いな。なんか急に地面から湧いてくるからな。なん、こいつら何なんだ。なんか本当に気持ち悪いんだけど。よかった、なんか
お、いい感じに着弾しましたね。またなんか湧いてきそうな気がして怖いんですけどね。来た。あいつらの存在意義がよくわからないんですけど、まあ階段みたいなもんですよね。やばい、取ったシーンがもうすでに取られてるっていう。わあ、クソ、あいつらが階段になってたから登ろうと思ったのに、ね、あいつらが階段になってたっていうわけわかんないと思いますけど、あのなんかガチムチの人たちはみんなで階段になってくれるんですよね。階段段というかこのはしご、こんな感じ、こんな感じ、こういう感じに。あーやべー、落ちちゃった。うわー落ちちゃった。どこだここ。どけやん。あー、おい、うわー、しなんだこれ。きた、怖い。なんかな、あいつらは人を殺すのを楽しんでる節があるから怖いね、あいつらは。あ、とにかくあの陣、ゲージが溜まる前に陣を全部落とせばいいのかな。だとすればここで一発こういうのをやっときつつですね、ジャンプ台があればな、いいんだけどな。まあどっかあるんでしょうけど、ちょっと今見つけられないので。何が何でも耐えるのだ。明智殿ならばきっと挽回の策を講じてくれる。次、もう焦って突出するぞ。相手方の思うつもぞ。棟梁、補給の早棒はここに。さてどうやっていくかな。遠回りになっちゃう気がする。お、いい感じの階段。隣接戦闘にも備えておけ。こういう感じで登れるんですね。お、いいっすね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 。やばい、ゲージが溜まりそう。どっちから先に落とせばいいんだろう。ジン、わかった、ここだ。ここを先に落としてから下を落とすと。おっと、全くわけよ。お、なんか仲間同士で殴り合ってるこいつら。やばい、ゲージが溜まっちゃう。戦の末は無数の弾痕のみが知るだろう。オッケー。よし、バツはあと1個、さっさとこれを降りて壊しましょう。オッケー、決まったか。オッケー、さすがだ。これでオッケーか。これ増援来てないですよね。どう、うんうん、てか増援来たのかな。来てんのか来てないのか分かんねえの、増援が。来てたとしたら弱すぎだろう。来ててもこの、この手たらくっていう。貴様は一体何を考えている。私相手の異性なら見る影もなし。お前をかすれた。お、ジャンプ台があった。
背後に続くものを。ああ、これで戻っちゃい意味ねえ気がするな。わかったわかったわかった。あ、これ増援来てないですね。本当はこれあのゲージが全部溜まる前に陣を全部落とさなかったとしたら、増援として明智が来るんですよ。明智だか天海だかわかんないけど、でそれが来てないってことは OK ですね。増援は来なかったと見ていいでしょう。ちょっともう地道に歩いていきましょうか。地道に地道に。うわこれ嫌い。こっちかな。おお、なんか丸太がある。やばいやばいやばい、早く。うおー絶命だろ普通よく生きてたな今の、うん、もう今の事故って言ってもいいですね。事故ですね。これ乗っちゃうとあっちに行っちゃうので乗らずに、うん、さて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 、いいのかな。ここだな。本当ならここで明智と戦うはずなんですよ。明智だか天海だかと。でもそれがいないってことはご察しですよね。ほんとこの手榴弾投げた時の逃げ惑うあいつらが本当にかわいそうなんだよな。でここに行くとあいつが一人待ってますと。その瞳は私に何かを示そうというだがそれに耳を傾ける気はない。あなたと言葉を交わせとは聞いていないがゆえに。こいつは何なんだよ。御用聞きというか、なんかイエスマンというか、言われなきゃ動きませんみたいな。私が動かなかったか。ボーン。死にゆく人を助けろとは命じられていないがゆえに。いや、言われても言われてなくてもやんないと、それは。ボーン。弱いな。弱いっつうか強すぎだな、孫一が。お、帽子が取れた。ボーン。おいおいおい、空気読め。空気読めよ、こいつ。逆に、鶴姫が空気読んでくれましたね。あ、なんか喋ってるぞ。よなんか何を言ってたかよくわかんないですけど、お、なんかいいもんあった。そしてこの景色だんだん畑。いや今回は割とサクッと終わりましたね。よかったよかった。あれ来た、安土氏視点集結 with お尋ね者っていう感じですね。このステージは燃えますよね。なんかあの4人がねえ、あの戦国創世から始まって、足利、織田、豊臣、徳川っていう、こうこれがねいいんですよ。でも今回まあ特に言うことは何もないです。サクッと終わりましたね。なんてことないステージでした。で次のステージも割とやってても多分面白いステージだと思うんで楽しみにしててください。よろしければ、何かコメントくださると嬉しいです。お返事いたします。では次の最終戦でお会いしましょう。じゃあねー。